はい、それじゃあここから再開させていただきます。変わらずだね。二人は待っててくれたみたいですが、来ましたわね。オルディーネも待ち構えてんのか。早かったじゃねえか。いや、この状況を考えるとむしろ遅いくらいかもな。クロウ、やはり待っていたか。あれだけ露骨に言われたら来る以外の選択肢もないだろう。新作、いや、リバリーさんも。リバリーさんわざわざ付き合ってくれたみたいで感謝するよ。って、気安く名前を呼ぶんじゃありませんわ。ただでさえ気が進まない場面に立ち会わなくてはならないのに。一応敵同士とも言おうとしたけど違うわけでもあるよな。まあ、微妙な関係にあるにもかかわらずこの顔がするってことは気が進まない。それって、ま、せっかく新旧7組がガン首揃えて集まってるんだ。お望み通り話してやるよ。総国について分かったことは。いきなり本題。話が早くて助かるが。ああ、どうか教えてくれ。俺たちが今感じている感覚、世界そのものと一体化したような。そこまで胸がざわつく戦いの予感について。そこまで感じ取ってるの？世界そのものと。あのね、胸がざわつく戦いの予感っていうのはね、多分俺が想像してる通りかもしれないけど、世界そのものと一体化。なるほど、そういうからくりですか。さすがジョーちゃんは見抜くか。委員長に黒猫、ガイウス、サラあたりも気づいてるようだ。総国が奪い合い、世界の終わりの中で行われる鬼神同士の殺し合いっていうことに。それは俺も分かってた。あんまり想像したくなかったけど、いやすぎるね。嘘？やっぱり。2年前姉さんが高魔城でやろうとしていたことから気づきました。これがクロチルダが薬かようとした物語なんだよね。クロウさん、あれは総国の条件を疑似的に達成する狙いだったんですね。うすうすそんな感じしてたけど、やっぱそうなんだ。そして教師が春からやってた神器を使った3つの実験、これも疑似的な実験か。それも総国が疑似的に再現できるか検証するのが狙いだったんじゃないの？ええ、背景の詳細までは聞かされていませんでしたけど、2つの手法が融合した巨大な力を本当に蘇らせることができるのか、言い換えれば闘争の果てに奇跡が起こせるかの実験でした。で、あれか、収賞につながるのか。教会で聞いたクロチルダのね、3つの実験の結果を得て、自分以外の使徒が決定しちゃったんだよね。今しめを、禁忌を破ってきたものを、破って、本番を始めるみたいな。だから、つまり失敗したんだよね、この3つも。ま、おおむね正解だな。ビータのやつは昔から、呪いを止める方法を探していた。マジか。大いなる一の呪い、世界に終焉をもたらす黄昏の発動。なんだよ、めちゃくちゃ優しい人じゃん。めちゃくちゃ優しい人じゃん。マジか。なんかいろんなところで本当に誤解してたね、俺あの人のこと。いや、なんかごめん。過去数百年の鬼神同士の戦いは全てそのデモンストレーションみたいなもんだ。最低なこと言ってるよそれ。全部知性の仕業でしょこれ。世界の動力化が進み、大量破壊兵器が生まれ、
実際に世界が滅びかねない現代において真の意味で七の総国の条件が整う時の。もしかして滅びと総国というのは連動しているというよりも世界を闘争で滅ぼすというのが七の総国を起こす条件。アホらしいこと聞いてるけど。おそらく見立てとしては世界は大釜なのだろう。黄昏によってくべられた炎を極限まで大きくするための闘争。ああ、これ多分霊脈のことか。黄昏によってくべられた炎、霊脈のことね。極限まで大きくするための闘争。規模が大きければ大きいほどいい。なるほど。その規模っていうのが鬼神同士の争い。その炎に包まれた大釜の中で元は一つだった七つのかけらが相争う。奪い合い、殺し合い、溶け合うように混ざり合って最後に新たなる意地となるために。くだらねえ。そんなことのために今世界振り回されてんの？それってまるで中世の魔導士、いえ錬金術師たちの錬成。孤独か。なるほど。もともとはさ、大いなる血が分裂したのが七の鬼神じゃん。それをさ、総国によって奪い、殺し合い、溶け合うように混ざり合って、大いなる一となるため。はい、もうこれ、背後誰かいるって、もうずっと散々言ってるけど、明確な犯人がもう確実にいるわ。孤独だね、これ聞いてると。もしか、連星って言ってるけど。に伝わるという孤独のような。知ってるんだ、孤独。そのどれよりも原初的で圧倒的な規模のようですけれど。クソが。くだらない、マジでくだらん。完全に思い当たるっていう面をしてやがるな。無理もねえ。特にお前は起動者にして煮えだ。繋がってる身としてはリアルに感じざるを得ねえだろう。え、まさか今ここでその総国を始めようっていうの？ああ、ビータじゃねえが、ある意味これはチャンスだ。いやそれまともな結果得られるの？今の話聞いて。戦争が始まっていない今なら知性どもの思惑も外すことができる。逆に帝国が共和国に仕掛けて戦争が始まっちまえば、ニエである俺への強制力が働き、いやおうなく総国に駆り立てられる。ちょっと苦しい、苦しくなってきた。つまりそういうことだな。アッシュと同じ現象が起こってしまうわけだ。しかもアッシュより強い呪いがリーに働いてるわけだから、始まったら止められない。呪いの強制力。その通りだ。暴走するか、記憶を封鎖され使命に従うだけにされるか、どっちに転ぶかは分からんのだ。だったらこれは確かに最後のチャンスかもしれない。いやだ。理性か記憶を奪われ、殺し合いに無理やり参加させられる前に、己の目で総国というものを確かめ、乗り越えられるか否かを見極める。リー八王の剣士と、ちょっと七組みんなの仲間として。待って、ゾワッときた今。リーン・シュバルサー自身として、うっそ、お前の前に立てる最後の、ちょっとこの曲。うわぁ、もうまずは、コウマ城や結社の実験と同じく、場を温める必要があるようです。助立ちを3名出しなさい。相手をして差し上げますわ。
え、リンクこれ敵対メンバー以外とも成功人か、成功人だったか。さすがは総国の部隊の一つと言うべきか。真の条件には届かないだろうが、ギリギリクリアしてみたい。マジかマジか、戦争始まる前でもいいのか。一緒に踊るとしようじゃねえか。暗き深淵を覗き込むための終末のダンスを。ああ、みんな頼む。ああ重いよ重いよ、口から心臓出そう。めちゃくちゃ曲かっこ、もうこれ懐かしいね。これスーパーアレンジときたよ。確か CD あったよな、このスーパーアレンジ。ここでつく、おもも、そっか、戦争が始まったら呪いが強制力が始まって、リン強制的に参加させられるけど、戦争が始まる前だったら姿勢どもの思惑を外れさせろ。やばい、もう動揺してる、マジで動揺してる。今条件ギリギリ届いてるっていう状況が本当だったとしたら、確かにこれからも知性の思惑外れさせることはできると思うけど、その最初がちょっと苦労ってめちゃくちゃ嫌なんだけど。あ、もう動揺して、もう動揺してる、ほんと動揺してる。ダメ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 、落ち着け。俺避難、互いに全力を出し切るぞ。くれぐれも手加減無用ですわよ。じゃあそこだ。もうちょっと距離離してもいいかもね、タクティクス。甘く見ないで、タクティクス。負けないで。とりあえずナイス、よけ。頑張って。ありがとうよ、行くぞ。ダメージは相変わらず高えから。あー、なるほど、オーダーにもやっぱ影響するんだ。この場合は一旦鉄心を入れよう。構えろ防御陣、鉄心行くぞ。で、まだ危機解放は使わないでおこう。ちょっと足つながろっか。オッケー、ナイス。崩れた、もらった。行きたい、ここですわ。気合いだぜ。くそ、リンクがうざい。俺の番だな。そうだね。で、アシットレイジ。任せてちょうだい。で、ヘブンズギフトでアッシュだけは外れてもらおうて。よーし、クイックスターは使わなくていいな。プラネスアート使おうか。ガンナーに切り替えて、こいつはどうだ。動くな。いいな、オッケー。でもアルタには当たっちゃったけど、うざっ。はい、ナイス、オッケー。行くぞ。これ後でタクティクスいじろっか。こんだけ密集しすぎてると当たる当たる。よし、じゃあまた焦げつ一戦。
よし、オッケー。今だ。もらった。こいつはどうだ。マジかよ。マジか。即死か。行くわよ。やってくれたね。ありがとうよ。しかもピンポイントに足狙ってきたね。いっちゃん困るんだけど。さばきを。崩れたな。強っ。あ、これエリンやられたな。私の番ね。はい、ナイス。でもあー、アルティナがくれたペンだと様々だね。めんどくさ。時の結界を砕けて。これはめんどくせえ。めちゃくちゃ強い。俺の番だな。よし、で、アセットレイジ。私の番ね。これは素晴らしくめんどくさい。ちょっと危険だけど。血のメスだ。クレイジーハント。任せてちょうだい。で、オーバルギアいけるね。行くわよ。バリに行ってほしいな、できれば。オーバルレーザー照射。よし、チャンスよ。もらった。食らいなさい。はい。あ、でもリン食らっちゃった。甘く見ないで。負けないで。ありがとう。俺の番だな。はい。かやって、いや、焦げつだな。下がれ。よし、オッケー。崩れた。もらった。そっち来るのか。いいぜ。ボイドブレーカー使うべきか。片方を集中して片付けることにしよっか。ジバリー、ごめん、先にお前片付ける。こいつはおまけだ。油断大敵ってな。うわお、こっちに来た。私の番ね。これ、うん、そうだね。アッシュアークス駆動。やあ。ありがとうよ。マイル。で、また焦げつで。ガー、入んないか。やばい。ナイス、オッケー。私の番ね。この状態体だとあれ使ってくるよね、きっと。うん、そうだな。構えろ、防御陣。こうしよう。任せてちょうだい。で、ヘブンズギフト。光よ。受け取って、みんな。見切ってみなさいね。当たるか。私の番ね。さて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 。ブレイブスマッシュかな、クロスブレイクかな。クロスブレイクだな。はあ、クラリー。
裁きを。オッケーオッケーオッケー。チェッシン様様、甘く見ないで。俺の番だな。よし、オッケー、入るね。あー、ネメシスパレットってそういう技。入んないね、なかなか。いた。俺の番だな。これクリティカル来たね。どうしよっか。グラノバースト行こう。そら。よし。いいぜ。マジでチートこれ。リアン&オズボー戦の時は本当役に立ったわ。いいぜ。そしてねリンとつながってるからこのままでいいのか。アリサはそうか、その位置か。じゃあいいな、駆動解除は。あれ、これ外した？あ、外しない、よかった。油断大敵ってな。よし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 、私の番ね。こうして繋がって、ちょっと待ってね。おー、いい感じだね。どうする？これ。これ入れてもいいかもしれん。行くぞ！突撃陣、レッカー！よし。で、これで駆動解除しての、燃え尽きなさい。そうだ、ファイヤー！今だわ！もらった！オッケー。まだまだここからですわ。こいつはどうだ。ねえ、もしかしてブレーク回復した？私の番ね。回復してんだけど。ねえ、ちょっともうブレーク意味ないじゃんこれ。くっそ、くっそ。投げてもしょうがない。あ、いや、そうか、誰に繋いでも意味ねえんだ。じゃあこのままでいいよ。ウラネスハートにしよっか。やー、ウラネスハート、いくぞ。オッケー、危機解放いくか。これまだいいか。あー、ちょっと微妙になってきたな。入れるか。行くぞ。よし、で鬼はやって、くらえ、鬼はやって、はい、ダメージおかしい。シャラクサイですわ。シャラクサイですわ。それは俺のセリフですわ。なんかわけのわからんカウント入ってさ、ブレイクゲージ回復させたのほんとシャラ臭いよ。シャラ臭い言いてえのはこっちだわ。さて、これ手心しないとおそらく死ぬな。だって有効なやつないもんね。ないよね、ないね。はい、というわけで手心、防御陣、手心任せてちょうだい。もう一回入れようか。うまくバリンって言ってくれてもいいのよ、いかないのね。はい、ナイス、オッケー。甘い。さあ、行きますわよ。やっぱり来ると思った。まだまだこれからですわ。プリズム。オッケー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 。威力は大したことない。ありがとうよ。俺の番だな。
こういう手探りちょっと面倒なところあるけど、まあ致し方ないよな。リティカル持ってかれてんの面白くねえから、もうここ足入れちゃおっか。その前にやっぱり鬼入って、くらえ鬼入って、はあ、よし。ああ派手に踊るとしようや。ほらそらそらそら、おねんねするにはまだ早いぜ。おれ相変わらずなんかチェーンバグってんだよな。ベリアルメイド。いい夢は見られたんだよ。いやしかしさすが二人めちゃくちゃ強いわ。オッケー、よーし、悪かね。でクイックスター行きましょう。それをアッシュの方に。時の結界を砕けて。俺の番だな。でアシッドレイジと。射程か。ナイスカバイ。任せてちょうだい。そんなところまでわざわざやってくるなんて。ヘブンズギフト切れそうだな。光よ受け取って、みんな。さてそろそろリンが暴走状態に陥っちゃうわけですが、お、入るようになったね。どうしようかな。ちゃんも入れちゃい。スレッジハンマー。行くぞ。よし、オッケー、ナイス。もらった。浅くな。ナイス。うん、早いね。マジか、今このタイミングか。よし、痛いけどよしよし。思った通りアッシュ CP 回復してくれたわ。おねんねするにはまだ早い。オッケー、終わるかね。まだまだ足りねえぞ。これジバリは回復。どうなる。おお、怖え。これ誰に向けてやってんだろう。仕留めきれないよな完全に。ここにクリティカルがあるのもさ、俺気に食わないんだよ。そっか、この状態だとオーダーも使えないのか。厄介だね。ヘブンズギフト、いや入ってるし、当てよっか。あ、クソ、賭けもクソもなんもなかった。お前ら全員リンクが切れてる。だる。
これしかないわ。あっし、でも伝わっちゃうな。誰に向けてるかわからんけど、しょうがない。ちょっと受けてもらおう。それは見切ってみなさいね、ゆうなか。よし、ありがとうよ。おし、あー来た、こっちも来よう。よし、じゃあじゃあ今直さないとダメだな。うん、今直さないとダメだ。じゃあキュリア使って、ありがとう。よし、で防ごっか。構えろ、防御陣鉄心、俺の番だな。ポケット違うな、はやてだな。ちょっとこのリンクが途切れてる。いつになったら治るんだこれは。見ろ、早く。よし、私の番ね。ヒントはいけるか。さて、これでジバリーは行ったね。答えますわね。させるか。おい、やっぱり来た。受けてみろ、侵略の中心クロスリベリオン。またこの状態来たよ。これ直す方法ちょっと教えて。あ、いや、さっきのあれで直ったのか。できるやで直るのか。大丈夫か。いや、めんどくせえな。しかし今レキュリア持たせてる人間誰もいないんだよな。クレアネスハート行こう。クレアネスハート。私の番ね。でヘブンズギフト。光よ。受け取ってみんな。行くぞ。でこいつは螺旋劇かな。今だったらあの鉄心じゃなくてスレッジハンマーで。いいか。壊せ、スレッジハンマー。行くぞ。うなれ。うおー。ラセンゲル。よし。ああ、でもそこまで減らないのか。じゃあボイドブレーカー。いや、こいつはおまけだ。こっちはブレイクゲージめちゃくちゃ減るね。いい、ナイス。よーし、さて、じゃあフィクサ、時の結界を砕けて。行くぞ。焦げつだな、焦げつしかない。でもこれで、ほらね、クリティカルせっかく入ったのにこのざまだもんな。もう一回、じゃあ、いや、アシットレイジかな。裁きを待って、この技ってやっぱそうだよね。最悪、せっかく治ったのに。
この野郎。行くぞ。あーつもさ、そこまでまだ強いの持ってねえからさ。こいつはどうだ。あ、やべ、誰誰。おー、危ねえ。怖えよ。よし。油断大敵ってな。切ない。オッケー、ナイス、かばい。俺の番だな。オッケー、やっとリンク結べたよ。オッケー、ナイス。もらった。私の番ね。さて、いやー、アークで駆動。はっ。ありがとうよ。よーし。よーし。で、これフラネスハートだよな。やー、フラネスハート。はい、ナイス、オッケー。甘く見ないで。俺の番だな。こっちがやっぱ発生しやすいか、パリンって。よし、オッケー。もらった。私の番ね。持ってないもんな、しょうがないよな。こっちの方がまだブレイクゲージ減りやすいのか。逃さないわ。メルトスタイル。今だわ。もらった。あー、ダメか。まあでもいいや、こっちの方が都合がいいわ。甘い。よし、オッケー。よし、だいぶ下がってくれた。というわけで、こっちがいいや。行くぞ。突撃陣レッカー。私の番ね。はあ、崩れた。もらった。よし、あとはもう仕留めるだけなんだけど。俺の番だな。こっちはまだ攻撃力維持しとこう。とどめは持ってってもらうよ、足に。崩れた。もらった。もう一回。行くぞ。突撃陣レッカ。任せてちょうだい。やっ。チャンスよ。もらった。オッケー、じゃあ行こう。アッシュ。さあ、派手に踊るとしようや。そら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 。おねんねするにはまだ早い。オッケー、終わり。さて、そろそろか。27分かかったね。強いわ、やっぱ黒。ロゼッターロ。あ、これエスクラじゃなかったっけ。クラフトになってんだけど。